暑い暑い。暑いね。うん。スイさんの顔が見えないんだけど、どうなってんの？スイさんの顔が見えない。見えるでしょ？ちょっと低く、あ、じゃあ、オッケーオッケーオッケー。大丈夫大丈夫。これ大丈夫。ちょうど1位から8位までやるか。電波悪いんだけど。はい、こんにちは。BJ チャンネルボリューム205です。今日は俺と竹本さんでお送りします。ですね。はい。うん、竹本さんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。今日はね、トカナさんのニュースにですね、マッチしましたけども、その2台の宇宙生命体と遭遇したわけですよね、処理さんがね。そうそうそう。それで、すぐにその1体はですね、草むらに隠れちゃったわけですよ。うん、で、もう1体しか残ってなかったんだけど、じゃあ動画撮ろうかなと思ったら、うん、動画が動かないんでしょ、あれ。あれなんで動かないの、あれ。いや、動画のボタンが押せなくて、それであれなんですよ。うん、あの写真の撮影はね、させてくれたんだけど、うん、うん、動画のボタンが、あの、なんていうの、通話してないのに、うん、通話してないのにもかかわらず、で、なんていうの、あの、通話中に動画は撮れませんとか、画面が出ちゃう。あ、やっぱりね、連中たちがコントロールしてるのかね、なんかそういうことをね。うん、で、まあ結局、あの動画が撮れなくて、で、あの、しょうじさんがね、まあ、うん、あそこにいたつるちゃんにお願いしたんですよね。うん、あの、写真だけ撮らせてくださいなと。うん、そしたらつるちゃんは、まあいいだろうみたいな感じで、撮れたのが2枚あって。そうです、そうです。ところがその2枚がですね、うん、あんまり鮮明ではないんだよね。そう、だから距離はすごい近かったじゃん、あそこ。うん、うん、距離は近かったんだけど、どう、うん、2体で1体は逃げたでしょ、草むらに投げた。うん、うん、だからちょっと望遠でちょっと離れて望遠レンズにしたのよ。うん、うん、なるほど。うん、それで、まあ、その時のね、スイさんの判断では、うんうん、10センチから15センチぐらいのね、大きさのスルちゃんがいたというようなことなんだけど、翌日ね、うん、一緒にあの、スイさんと見たところ、うん、そこに草むらがあってね、そう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 、で、草むらのその高さを勘案すると、うん、あの、25センチぐらいの大きさであるということが分かったんですね。まあね、だから結構ね、うん、まあまあそれなりの大きさなんですよ、25歳。うん、でもね、スーちゃんよりもちっちゃいね、うん、スーちゃんよりもちっちゃい、あっさりのスーちゃんよりもちっちゃいね。うん、スーちゃんだ、スーちゃんだ。あったところっていうのは、なんかあの、まあ、ビルの、うん、なんていうかな、隙間なんですね、ビルの、なんていうかな、ちょっとあの、雨がこう降って、そこに砂利があってみたいなところの、うん、そこがあの草むらになっててね、草むらの奥行き、それこそ1メートルもないんだよね、奥行きっったら1メートルもないようなところなんだ ね、うんうん、それがあのビルの横にずらーっとあってね、でそこがちょっと草むらみたいになってて、そこに、あの鶴ちゃんと、うん、マッチがいたわけなんですけど、鶴ちゃんとそういう体型なんですよね、不思議な体型なんですよね。鶴ちゃんとマッチって、タケちゃんが名付けて、うんうん、まあ、一応ね、あの、鶴さんが名前をつけたってことにしてますけどね、あの、よろしくお願いします。あの、ただね、名付け親はタケちゃんだからね。これね、あの、名前つけた方が可愛いんですよ。あの、アメリカ人だとね、ジェイ・ロッドとかね、なんかね、いわゆる機械名にしちゃうのね、うん、あの、そうするとね、なんか親しみよくなくて、で、なんかこう、つっけんどんで、それで意地悪したくなるっていう感じになっちゃうんですよ。うん、ところがね、
まあ、日本人の感性からすると、例えばこれ熊本だかどっかだかのね、あの九州のコマーシャルにもありましたけどね、宇宙人が来て、で、まあ、いわゆる、なんていうかな、庭にいるんだよね、宇宙人がね。それで、おばあちゃんがね、あんたそこで何やってるんだって言うわけよ。で、宇宙人がね、キョコンとするわけね。で、あんたお茶でも飲んでいきなさいって言ってね、お茶出されるわけ。で、その宇宙人はね、まあ、お茶飲みながら、じゃあ、この人たちの助けをしなくちゃいけないななんて思いながらね、畑仕事とかいろいろ手伝うっていうね、コマーシャルがありましたけどね、なんかね、やっぱりね、一般人の場合は、やっぱり宇宙人に対して敵対心とかね、悪魔とか、そういう発想じゃなくてね、むしろ学ぶべき、客人であるという発想でいいと思うね。だから、名前をね、スーちゃんにしたり、スルちゃん、それからマッチーにしてね、やればいいと思うんだよね。だけど、どういう感想でした？初めて会ったとき。初めて会ったとき？いや、俺、ちっちゃいおじちゃんかと思ったよ。ちっちゃいおじちゃんね。ちっちゃいおじちゃん、っていうかさ、ちょうど、町田の世界堂に龍神さんの絵を学生に出していって、で結構、帰り、紙買って帰ってきたからさ、こう大き、荷物が大きかったのよ。で、両手塞がってて、それでトランク開けようと思って、トランク開けたら、なんか背中に気配感じて、んで、ん？と思って振り返ったら、で、だからもうほんと、もう絵に描いてるね、二度見だよね。ん？と見て、ん？みたいな。それで、あれ？と思って。ちっちゃいおじちゃんだと思ったら、おじちゃんじゃねえな、これと思って、なんか、こう、ゲストアップじゃなくて、ね、ドイツ兵みたいな頭してんな、なんて思って、ヘルメットかぶってんのだったでしょ。ナチスのね、そう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 、ドイツナチスのヘルメットをかぶってるっていうんだよね、それが頭になってるのね。で、2体、2匹って、2人って言ってんのかな、2体ね、いたから。枯れ葉とかさ、あれの見間違いかなと思ったんだけど、そうだね、ちゃんと人の形してんだよ。で、お二人いると思って、二人で撮りたかったから、ちょっと何もしないから、写真っていうか動画、逃げて行っちゃったから、あ、これ見間違いとかそういうあれじゃねえやって、本当にあれだ、だ生きてるっていうか、なんだろう、宇宙人なのか、スーちゃんの時も、まあ夜中だったけど、あの時も、ちょうどギリギリで行ったから、もう日が沈んでたから8時近かったのかな。スーちゃんの時はだって夜中じゃん。あれ夜中2時ぐらい。夜中。まあでもね、スーちゃんにしても、まあ今回のね、つるちゃんにしても、マッチーにしてもですね、まあ、とにかくよく、シュンさんとか現れるなと思うよね、本当に不思議にね。まあ、よくって、2回だよね。シュンさん、なんか、なんていうの、捕まえようと思ったんでしょ、最初。いや、あの距離だったら、まあ、なんていうの、横を向いてるふり、パッつって掴むことはできたのかもしれないけど、それやっちゃったらさ、なんか裏切り行為になっちゃうじゃん、宇宙人に対してもさ。なんもしないからっていきなり捕まえるっていうのもさ。それね、当然さ、そうですね、あと、当然地球人よりも、もうテクノロジー持ってんだろうからさ、掴んだ瞬間俺が感電して死んじゃうかもしれないしさ、わかんないじゃん、ね、何があるか。だからまあ一応。後でね、ちょっと、いろんな宇宙語のね、解読者にちょっと聞いてみたらね、つるちゃんとそのマッチはその兵士らしいんですよね、宇宙軍の兵士みたいなね、兵士みたいな、宇宙人の兵士らしいんですよ、兵隊さん。だから、やっぱり何に武器持ってるか分かんないからね。でしょ、だから、宇宙軍、そこでね、感電死しちゃってる可能性もあったよね、兵隊さん。少なくとも、もうこっちよりも頭いいし、ね、テクノロジー発達してんだろうからさ。多分俺の騙し討ちなんか通用しないと思うよ。だめ、そうだよね。だいたいね、予備投
多分ね、こいつ今来る、こいつ今来るなと、もう分かってんじゃないの、うん、まああれからは、うん、まあもう5月の8日の事件なんでね、もう20日経つもん、もう20日間いろいろ考えるよね。だってそんなこと簡単だもん、どう考えたってでしょ。だからやっぱりね、僕はね、あの辻さんたちはあの辻さんにね、会いに来たんだと思うよ、どう考えたって。彼らのテクノロジーからすればね、うん、そんなね、地球人にね、会うときに、うん、だって姿を隠して会うことだってできるんだもの。そうだね、うん、ね、会えて会おうとしてんだから、もしかしたらだから、としてたね、もしかしたら俺がそのなんてタイミング的に良かったのは、俺がベンツのトランクを開けたときに、うん、に気配を感じたから、車の中はどうなってるか知りたかったのかもしれない。ああ、うん、開けるまでは視線感じなかったけど、トランク開けてしまおうと思った時に視線を感じた、うんうん、感じた、うん、でたまたまなんだけど、あの同じぐらいの大きさの、の要はドラゴンボールのフィギュアをさ、リュウジがくれて、それをトランクに入れっぱなしにしてあったの、今あの置き場所なかったから、うん、だから向こうからしてみたら同じぐらいの大きさだから仲間がいると思ったのかもしれないなと 今思ったんだけどね。仲間が拉致されたと思ったのかな、分かんないけど、うん、いやだけどあれだよね、うん、あの姿見てみると、うん、あのアタカマヒューマノイドとか、そうそうそう、ね、アリシンカっていうね、うん、ロシアの事件とよく似た宇宙人なんですよ、うん、だから、うん、結局あったかまヒューマノイドの場合はね、うん、結局ね、まあ、地球人の子供の胎児のね、危険な胎児であると、危険の胎児であるというような感じに持っていこうとしてるんですよね、うん、でもところがね、スタンフォード大学の医学部の連中たちが、うん、DNA 検査とかね、うん、いろいろ細胞分析とかいろいろやっちゃったもんだから、うん、それでおそらくね、それをね、消しにかかってるんだと思うんですよ。あ、なるほどね。消しにかかってるっていうのはね、うん、結局、まあ、アメリカっていうのは、うん、大きく言えば一神教の国じゃないですか、うん、一神教の国に、うん、宇宙人がたくさんいてもらっちゃ困るわけですよ、はっきり言えば、まあ、宗教戦争起きるからね、うんうん、そうするともう全ての宗教の神がもう否定されるわけだから、うんうん、つまり神様が一人、エホバにしても、まあ、イエス様にしてもですね、うんうん、神様が一人いて、それが、まあ、地球人を作ったっていうのは分かる、うん、地球人に、あの神に似せて地球人を作ったというのは分かるんですよ、うんうん、ところが神に似せてね、つるちゃんを作っちゃったとかね、うん、すずちゃんを作っちゃったっていうと神に似てねえんじゃねえかっていうことになるわけですよ、うん、そうすると、じゃあ宇宙生命体に関しては、うん、一神教はどうすんだと、うん、いうことになっちゃうわけですよ。だから結局一神教の負けなんですよ、宇宙時代においては。そう、うん、そうなると、無理なんですよ、うんうん、でもそれをやらない限り先には進まないからね、うんうん、だけどだから結局できることならば、うん、その宇宙人がいない世界にね、うん、まあ穏やかに持っていこうというのが、うん、一神教の世界だと思うんですね、うん、ところが日本人は八百万の神々だから、うん、その誰がいてもいいわけよ、うん、イエス・キリストが一人入ってもね、うん、エホバが入っても、うん、もう宇宙人が1人や2人入ってもね、全然関係ないのよ、無限プラス1がね、無限だから同じなのよ、全然関係ないのよ。だからそういった意味でね、おおらかであればおおらかなんですよ。だからつるちゃんとか、つるちゃんがね、来やすい状況ではあることはあるんですよ、うん、取り立ててね、それをバッて、まあ、アリシンカみたいにね、捕まえて、まあ、死体を捕まえてね、うん、なんとか研究所に持ってったり する必要ないんだから、うん、そこまでね、ピリピリする必要ないんですよ、うん、日本人の場合はね、うん、だから僕はね、日本に来やすいんだと思う、
ね、で特にね、翔士さんみたいに、うん、あの画家でありながらね、うんうん、著名な画家でありながら、うん、あの、まあ、ある意味でコンタクティーであってね、うんうん、まあ、タレントでもあるというところにね、来やすいんだと思うんですよ、うん、気分的にね、うん、連中たちからすると、おおらかな気持ちで来れるんだと思うんですよ、うん、だからあのいろいろねメッセージをあの伝えたがってるんだと思うんですね、うんうん、そう考えるとねいいかなと思うんですね、うん、ただ本当ね志村さんからすると迷惑かもしれないけどさ、全然迷惑いろんな宇宙人出てきてるじゃない、あの、うん、小杉だっけ、出た小杉のあの留置場でもさ、うん、あのオレンジ色したあの宇宙人が来てさ手が伸びたやつね、あの戦ってたじゃん、うん手が伸びて巻きついたですね、あの話して、ちょっとしてあれは僕もゲートにちょっと出てきてるけどねあれはだから何年前、7年前ぐらい冤罪であれした時に、最終日はあのもう明日もう出るって言った時に夜中寝る時にさ、夜中っていうか9時消灯だから、その時に何かいるなと思って、うん、でもちょっと俺もあんま覚えてない、忘れかけてるけど、なんか黄色オレンジ、あ違う、黄色い、なんだろう、あのピッコロ大魔王のちっちゃいみたいなのがいたのよ、ドラゴンボール。それで目が赤く光ってて、で、あそこ、あんとこ入って、もうね、虫一匹入れる隙間ないからさ、うん、で、ああ、こいつ人間じゃねえなと思って、で、もう確実に敵意むき出してるなと思って、うん、だから、まあ、まあ、前も話したけど、うん、で、こっちの言葉は通じないわけ、もう一方的に来るからさ、何しに来たのかなと思って、でも距離は分かんないから、もう戦う準備してたの。うん、したら、あ、前に入ったなと思ったら手が伸びてきたな、こいつ手伸びるよと思って、で、バーッと払ったら、俺の手に巻きついた、指が首に巻きついて、ここのとこやけどみたいなんでしょ、あの時。うん。もうやけどでただれてる。あ、すごかったね。あの、大森さんがびっくりしてたもんね。そうそうそう。何やべえみたいなこと言ってたもんね。うん、だから、ね、ああいうところでさ、まあ俺もね、人生初めてな、その、で冤罪っていうあれで、あれはあれなの？あのオレンジっていうね、うん、宇宙人からすると、庄、う、司、ん、さんがをなんでやっつけたがってんだろう。だから結局は俺がはめられたらもうそういうなんていうの、うん、いろんなねムーだとかさ、あとそういう、うん、ねテレビのなんだっけ、なんだこれミステリーとか、あの辺のもう、うん、もう話が決まってたわけじゃん俺。そうするといろんな情報を持ってたからさ、当時っていうか、まあ今も持ってるけど、そのいろんな体験談とかさ、ね、あの UFO コンタクトとかそういったのが、まあ、知られちゃまずい連中もいたんじゃないの。なるほど、うん、要するにそういうことを知られちゃうと困っちゃうんだね、うん、連中たちからすると。だとロシアからあれでもあの、うん、ねえあのなんだっけ、俺の能力をロシアのそういう超能力の研究に使わせてくれとか言って、まあ、来たけど断ったじゃん。うん。だからそういうのも。いつ頃それは、いつ頃。それももう5、6年は経つんじゃない。あ、5、6年、うん。あのね、ロシアはね、その研究すごいんですよ。そうそう、だからロシアとウクライナは。うん、ESP の研究だけはね、うん、もう100年以上経ってるね。あれに言われたら、佐野。すごいです。佐野スミのほらあるの、いたじゃん。うん、あれ佐野スミのほら、うん、あれからも電話かかってきてさ、うん、で正直あの方なんか、いやちょっと風の噂ではなんか亡くなったとか亡くなってないとかなんか聞いてるけど本当なのかな。知らない。そうなの。いや、だからあの時にだから噂とか聞いてるのよくわかんないよ。あの時にならそれで関わった人間は何人かいなくなってんじゃん。高野とかも消えたでしょ、あいつ。誰高野。ああ、高野慎介ね。そうそうそう。あれもいなくなっちゃったじゃん、どっか。まあ、あいつはいなくなっても全然いいんだけど、俺は。うん。だからそれで、その後に俺もね、言われのないことで、ね、引っ張られたし、
うん、だからやっぱ何らかのことあったんじゃない？うん、まあ、竹本さん言うの。あんたに、なんかあったね。なんかすごい、ちょっと活性化してたっていうかね。なんか、そうそう、だから不思議な動きがあったような感じがするね、あの時ね。うん、だってムーとかあっちの方でももう、独立した本を出してたよ、俺の特集で。それの打ち合わせとかも全部決まってたんだからって。うん。で、たけしさんのあれも、ね、まあ、あれにも、ね、竹本さんと、ね、やるとかっていう話もしてたし、うん。まあ、いい流れがあったよね、確かにね。いい流れがあって、うん、その、もう絶好調の時に、時に足元すくわれたのね。やられるっていうのは、あれすごいよね。だから、それ、あんなタイミングってないよね。あれ、もう計算してやるようなレベルじゃないよね、本当にね。だから、もう不可解なことが多すぎるんだよ、あの時は。不可解だね。うん、だから、まあ、宇宙人側としては、結局、まあ、悪い宇宙人とすればですね、結局、これ以上、その、処理作が動いて、宇宙人情報が、巷にね、流れないようにしようと、こういうふうに考えたのかしらね。まあ、そうだろうね。うん。でも、実際に戦ってみて思ったけど、ね、あいつらってね、骨格、骨とかも全部ぐにゃぐにゃなのね。ああ。じゃあ、タコみたいなやつなんだ、タコ。そうそう、だから、なんていうの、最初だから、光の塊だったね。うん。それがだんだんはっきりして、もう夜だから、消灯した後だからさ、もう、うん、で、暗闇に目が慣れてきたら、なんかいるなと思って、そしたら、その、こういう光の塊がだんだん、もわーってなって、で人の形になって実体化したみたいな感じだ。で、大きさは実際猫じゃねえな、ね、ちょっとうちの千代ちゃんが立ち上がってからが1メーターぐらいかな。うん。で、左のミドルキックが思いっきり手応えあったからね。あったけど、蹴った瞬間にグニャって感じだった。ああ、うん。いや、でもあれだよね、その最後の日にね。うん、何やろうとしたんだろうね。分かんないけど。殺そうとしたのかしら。いや、もうでも、もう完全に敵意向き出しちゃったよ。うん。で、ギー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 って、ギー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 って言ったから。ギーギーって言った。うん。でもなんか。まあ、その、まあ、オレンジっていうね、グループだと思うんですけど、うん、そのオレンジのグループもそうだし、それから、処理さんが会ってんので、昔ね、ちっちゃい時があったのは、オリオン座のリゲルのね、宇宙人であったり、それはもうね、メインブラックみたいにいたじゃないですか、メインブラックみたいなね。5歳ぐらいの時ね、うん、幼稚園の時、うん、だから結構、処理さんが会ってるの結構いろいろいるよね、宇宙人でね。だからリゲルは、まあ元々の出身だっていうからね、全然もう本当にもう今でもね、普通に外行けばいるしさ、いるっていうか、うん、UFO はいつもいるしね、うん実際は姿見せてくれたけど、うん、だからなんだろう、うん、だからやっぱりそのリゲル関係なのかもしれないね、その、うん、今回のつるちゃんの事件もね、だから今回の今日のポカナに乗っかってるやつは全く敵意は感じなかった、うん、全く敵意とかそういったのは感じなかった、逆に有効的っていうか、なんていうのかな、だどっちかっていうと、を感じた波動とかっていうのは、は宇宙人云々っていうよりも、妖精とかそっちの方に近かったって感じ。子供の時毎日妖精と俺話して寝てたから、もう、うん、まあ、ね、ある程度大人になってから妖精見えなくなっちゃったけど、小学校の低学年の時まで、で、幼稚園から小学校2、3年ぐらいまで、毎日妖精と話してから寝るのがもう2回あったの、俺。うん、そのグループによく似てんだ。それの出してる波動とかオーラとかとはすごい似てた。そうだよね。うん、まあ、ね、小人宇宙人って結構そういうのがあって、うん、妖精みたいに、まあ、いわゆる縁をなしてね、うん、手をつないで踊ってたりね、いろんなことやるんだよね、連中たちね。だから、それをね、聞いたことあるんですよ。うん、いや、敵は感じなかったね。またね、うん、
また陽性っていうか、まあ、彼ら の、うん、あの家みたいなのもあってね、うん、それは非常にちっちゃい家でね、うん、だからまあ普通の人間が入れないような家でね、だから、うん、ああこういうのあるんだっていうのはね、うん、どうもね世界各地にあるみたいね。だからドールハウスとかを作って停電カメラ仕掛けとくと陽性とか映るっていうのね、うん、うん、そうだね、うん、まあだからでも陽性にしてもね、うん、ちゃんと写真に写ったしね、うん、とりあえずね、あまり綺麗ではないけど写真に写ったし、うん、実物感があるわけだしね、うん、だから実際に生きてるんでしょうね、3次元でね。まあ生きてるんだよね、うん、まあでも25センチとしてもね、うん、そういう25センチの小動物がですよ、うん、まあいわゆる彼らがですね、うん、やっぱり敵はたくさんいるだろうね。カラスとかね、カラスだとか、あと猫だとかさ、もう敵じゃないの、猫とかさ、うん、そうだね、もうほとんどゴキブリだって下手すりゃ敵かもしれないよ、ほんとに、うん、うん、だからなんだろう、もうほんとに仮暮らしのアリエッティじゃないけど、ああいう生活してんだろうね、いるとしたら。そういう感じだね、うん、だから我々の隣の世界にいるんだね、連中たちはずっと。いや、いると思うよ、もうちっちゃいおじちゃんとか、俺子供のとかいっぱいもうしょっちゅう見てたからね、うん、ああ、うん、ちっちゃいおじさんね、結構見てる人多いんだよね。いや、本当に、本当にいるんだよ、ね、ちょっと結構こわもての人たちがね、見てたりするんだよね、うん、笑っちゃうよね、女性も見てんだよね、芸能人で、女性芸能人が結構よく見てて、うん、結構ね、男性も見てるしね、うん、だから、あれはやっぱりいるんだろうね、うん、誰かも言ってたな、なんか、机開けたらいたとかなんとか言ってたな。あ、俺、それ机開けていたの。あ、そうだっけ、うん、あ、そうだっけ、うん、そうだっか。そうそうそう、ほら、白。だから、まあ、小さなおじさんと、関係してるのかね、年中たち、白つるちゃんたちは。分かんない、どうなんだろうね。ね、うん。また別枠なのかね。別枠で存在してて、うん、まあでもね、三崎千歳さんにね、いろいろ聞いてみたら、彼らはもう 軍人であると。兵隊さんであると。その人は言ってましたね。その人は 何やってる人なの。その人はね、宇宙語の翻訳者なんですよ。例えば、いろんな人が、おい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 って喋ったらね、意外とね、宇宙語喋る人ってね、自分でね、通訳できないの。結構、ね、自分で通訳できない。降りてくるだけなんですよ。ところが、それを通訳することができる人間なんですよ。で、結構ね、重宝されていて、世界のね、宇宙語 のコンフェレンスみたいなね、会議みたいなところにもね、出てたりするんですね、通訳者としてね。で、その彼女が、まあ、例えば巨石文明の巨石なんかね、こう触ってみるとね、その縄文時代の人たち その風景とかね、その見えたりする人が、だからいい意味でもね、悪い意味でも、悪い意味じゃない、いい意味でね、リモートビューアーでもあるわけですね。で、まあ、その彼女に聞いてみたらですね、まあ、宇宙語翻訳者に聞いてみたら、うん、彼らは軍人であってね、それで、しかも兵隊として、うん、一緒に行動してると。それで、そういう人に関してはね、うん、どうもやっぱり因縁があるみたいね。オリオン系の因縁があるみたいで、うん、その処理者に会いに来たと、いうことを言ってるんだよね。うん、だからやっぱり処理者はね、やっぱりあれだったんじゃない、その前の魂っていうか、うん、今の魂の前世かな、前世かそこらで、そのオリオンのリーゲルかなんかで、なんかやってたんだよ、いろんなこと、うん、多分そういうことで考えるとね、そういう人たちが懐かしくて来るんだよ、多分じゃないかな、うん、そのぐらいではないかなとは思うんだよね。なるほど。だからそれにしてもね、やっぱり主人さんが日本人でよかったなと思う。これ主人さんが、ね、外人だとね、うん、アメリカ人であろうが、ロシア人であろうが、うん、
クライナ人であろうが、そうするとまたその情報がね、うん、うまいこと軍事体制に使われちゃったりするわけでね、うん、あのまあたまたまあの我々の場合はあのトカナさんとかトースポさんでね、書いてもらうレベルで終わってるわけで、うん、あとは、ね、みんなで楽しんでもらえばいいわけでね、うん、だから一番いい効率のいいね、うん、あのコミュニケーションの仕方してるような感じがします。うん、まあでもね、せいさんの体験はね、うん、まだまだ続きそうなんだよね。面白いね、これからね。うん、楽しみですよ。はい。地震なんかどうですか？最近は地震なんか。地震は、まあ、この間、ね、地震場って、福島来たけど、もうそれ以降は別に特には今のところは感じてない。昨日ね、なんかね、変な雲があったんですよ。あ、昨日あったね。昨日っていうのはね、筋雲って言われてる雲なんだけど、うん、それがね、10個ぐらいね、平行線なの。あった？全部平行なの。あ、じゃあ、全部平行なのね。それがあったんだったら、地震来るよ、うん。うん。見たんだったら。うん。うん、それは、それ地震。それをね、うん、僕だけじゃなくて、僕は駒場の方でね、自体がで見たんだけど、白金で見てるね、女性もいるんですよ。ほんと？松本愛理さんっていう人はね、見てるんですけど、全く同じなの。うん、で、いわゆる普通のね、下の、うん、低層にある雲の奥のところに筋雲があるわけですよ。うん、平行線のやつが、うん。で、だからこう、本当にね、それもね、10個ぐらいですよ。10層ぐらいあるんですよね。うん、10の島があるんですよ。うん、それから、ね、平行線、まあ、まるで上下で引いたような平行線、あれはね、普通の筋雲じゃありえないなと思ってるんだよね。普通の筋雲だとね、いくらなんでも自然界だから、うん、それは、ね、平行線じゃなくて、途中でね、ねじれたりね、重なったりしてるはずなんですよね。そんなはっきり言った、ね、全くの平行線なんで、びっくりしましたね。だから、そんだけはっきり言ってたんだったら、っていう感じはね、しますね。そんだけはっきり出てるんだったら来るかもしれないね。俺はちょっと目視してないから分かんないけど。うん。うん。まあ、あと、あれですね、まあ、基本的には今、地球の磁場がね、うん、10% ぐらい減になってるので、うん、過去100年。うん、だから、まあ、ポールシフトみたいなね、うん、現象がかなり起きて当たり前で、そうなるとね、ムー大陸とか、アトランティスとか、うん、リムリアとかね、再浮上するとか、ね、浮上してね、うん、来るとかね、うんうん、あるいはその今ある山がね、沈んでいくとかね、うん、そういったことがね、少しずつ起きてくるかもしれないね、これからね、うんうん、はい、うん、だからね、うん、大きな時代っていうかね、だからその時にそういった事件ね、うん、宇宙人との遭遇っていうのがあるわけで、うん、だからちょっとね、おしゅうさんの体験はね、非常に重要だなと思ってね、うん、まあ、今回もレポートね、協力させてもらったけど、うん、またね、そういう事件があったら教えてくださいな。わかりました。ね、うん、俺はいつそうなるかわかんないからね。わ、うん、かんないもんね。いつ遭遇するかわかんないから。うん、ね、まあ、UFO は何だったらしょっちゅう見てるからいいんだけど、宇宙人となると、やっぱりそれまた、うん、なんかのタイミングとか周波数がピタッと合わなきゃ合わないんだろうね。それが向こうから来ないかい。こっちからね、うん、UFO を呼んできても宇宙人呼んで入って、ま、そこまでまだ行ってないからさ。うん。まあそうなれば、そうなればいいなと思って。確かにね、UFO と波長があってね、うん、結構よく見る人っていうのは、いないことはないんですよ。うん、何人かいるんですね。でも、まあ、宇宙生命体と会うにはですね、これ、まあ、ある、赤松ひとみさんっていうね、リモートビューアーに言わせるとですね、うん、宇宙人の意識と一緒にならないと、うん、つまり、宇宙人の意識に溶け込まないと、うん、見てこないらしいんだよね。なるほどね。これはね、僕その話聞いてね、ああと思ったんだよね。要するにリモートビューイング的な感じでね、うん、相手の気持ちが分かんないとさ、相手も動かないってないじゃない。うん、だから、それと同じように、宇宙人の気持ちに波長を合わせないと、うん、宇宙人の動向が分かんない。うんうん、
だから UFO 見つけるだけじゃダメなんですね、うん、あの UFO に乗ってるその連中たちの意識の波動に合わないと次の行動ができないんですよね、多分ね、分かんないんだなかなかね、それはね、鷲見さんの場合は自動的にね、どうもできてるみたいで、うん、何人か会ってるわけですね、悪いのもいるしね、だからまあ、そのあたりがね、あの UFO 研究家、宇宙人研究家としては非常にね、鷲見さんの面白いところなんですよね、うん、まあ、あれですね、まあ、今回はあのこういうレポートになりますけど、まあ、うん、本当はね、東スポさんが先だったんですよ。あ、東スポさんがね、うん、先の予定だったんだけど、東スポさんがね、競馬があるとね、競馬のが一面を飾っちゃうんですね。宇宙人よりも競馬が大事なんだな、東スポは。競馬の方が大事なんですよ。なるほど。ダービーの方が大事なんです。そうか、そうか。だからね、ほんと困っちゃってね、うん、それで、じゃあこれ5月の8日の事件だからね、5月の8日の事件をね、1ヶ月後に出してね、大ニュースだよするなんてやってしょうがないじゃん、うん、だからね、まあ、そういったことも考えると、うん、やっぱり今回、トカナさんでね、やっぱり一報を出すっていうのはね、やっぱり重要かなと思いますね。すみちゃん、すみちゃん、うん、すみちゃん、まあ、すみさんはですね、うん、トカナさん辞めたみたいなんですね。顧問かなんかやってる、名前だけはね、うん、やってるみたいなんですけど、ね、実際はね、もう独立してる状況で、うん、今はね、大沢祐樹さんっていうね、うん、大沢さんっていう人がね、編集長でやってましてね、あ、そうなんだ、まあ、最近のね、トカナさんね、すごいんですよ、早いの、情報が。あ、そう、うん、早すぎてね、さすがの竹本でもついていけないよぐらいの速さですね、ちょっとね、参ってんですけどね、でもね、まあ、そういうね、最速ニュースっていうかね、いろんな早いニュースをね、出しながらもやっていくっていうのはやっぱり重要でね、この世の中ね、結構ね、新聞とかそういうのはもう、このネタ出さないでしょ、日本にしても、まあ、出すにしてもアメリカのね、情報ぐらいのもんで、あと日本の対応ぐらいのもんで、うん、まあ届いたらあれしないわけですよ、うん、だからそういった意味ではね、やっぱりトカナさんの活躍、東スポさんの活躍、あとムーさんとかね、ムーね、やっぱり重要なんですよ、大重要なんですよ、うんうんうん、あとテレビもね、うん、やっぱりエンタメのテレビでやってもね、やっぱり重要かなと思いますね、うん、まあ最近はどうなの、絵の方は、絵の方は、まあ、忙しいですよ。忙しいっていうか、くず流が結構ね、好評で、それで、それを今一生懸命、ね、もう、書いて仕上げるというかね。うん、くず流ってのは大変だよね。そうだ。9匹描かなくちゃいけないのね。そう、9匹か。1枚にね、9匹いるから、だから普通の流人作業も時間かかるし、紙も大きいし大変なんですよ。まあでもその分9倍の実力、9倍の能力がかかる、ね、そうかかるかかる、うん、ね、うん、それは大変だわ、うん、で、まあ、龍神さんは、まだ募集はやってますんで、ただ、くず流の方は、そろそろ、俺も書くのに限界が来るんで、やっぱりね、体力が相当消耗するし、だから、なんだろう、通常の龍神さんを5、6枚書く方よりも、くず流1枚書く方が大変だから。大変。やっぱりこの九匹の竜同士の戦いっていうか、いわゆる、仲間意識とか、なんかいろんな葛藤が出てくるんじゃないの、うん、それはだから全部つないで、つないでいくから大変なんだよ、うんうん、まあでも、竜神さんはちゃんと募集してますんで、BJ 少女@gmail.com、もしくは Facebook のメッセンジャーの方より、お問い合わせください。そうですね。お問い合わせください。うん、あと、あれはどうなの？美術展の方は、海外の美術展の方は、出展の方はどうなの？あ、もう終わって帰ってきて、うん。うん、
今回は世界大会出してないから、うん、だから、あとだんだんあの、なんだっけ、日本でやる予定だったのが、全部ロシアの戦争のせいで、向こうの人間がこっち来れなくなっちゃったな、飛行機飛ばなくて。チケット取ったんだけど、飛行機はもうロシア上空飛べないから、もうダメだっていうんで、ちょっと、それで今、結構バタバタしてる。予定は大幅に狂っちゃったみたいな。本当だから、大阪の方 のあれで、そこで竜をパフォーマンスで描くっていう話があったんだけど、うん、それはちょっと今回、もうなしっていうか、にして、うん。うん、まあね、向こうのスペインとかあっちの、ね、首脳陣が来れないんでしょうがないからっていうことで、うん、ちょっと俺も やめて、うん、だから結構か、うん、大変みたいな。あと肖像画の方はどうなの？肖像画の方、肖像画の方ビートたけしの肖像画描くとか行くて、ああ、たけしさんまだやってないですね、うん、まだやってない、うん、あ、時間かんでしょ、やろうとすると。時間かかる、うん、ね、うん、まあ大変だよね、はい、だからまあ、まあでもこれはね、ヨーロッパやとかね、世界においては肖像画の世界ってやっぱり結構重要な世界だからね、うん、日本では禁止されてるけども、うん、だからやっぱり頑張ってもらいたいね、本当にね、うん、そういう人たちね、はい、国軍奮闘でね、頑張ってもらいたいです、うん、ここね、まあ宇宙人の存在に関してはね、うん、今面白くなってて、日本の方もね、うん、UFO の件で動き始めてるんですよ、うん、まあ結構ね、松野官房長官がね、うん、いろいろと UFO のことを言ったりするような時代に今なってましてね、うん、やはりね、エスパー国防長官と河野太郎さんが、うん、一昨年会った時に、うん、どうも UFO の話したみたいなんですよ。それで UFO の話、その話はね、一般的には出せないと言ってるみたいね、うん、だから、うん、それ国家安全保障上の問題でもあるんだけど、うん、UFO の問題で、うん、日本の政府がその情報だけは出せないって言ってるんですよ、うん、つまり日本もようやくそのレベルっていうかね、入り口にちょっと来たかなと、うん、ちょっと来たかなっていう感じがね、してて、ようやくね、世界のね、人たちから情報を聞いてね、マジみたいなね、感じで、分かってきつつあるんだけど、本当はね、分かってて当たり前なんです。1986年のね、JAL、うん、の、宇宙防寒遭遇事件っていうのがあってね、うん、あれは全部まあ、CIA とレーガンのね、うん、調査委員会で全部もみ消して、うん、その時の中曽根政権がね、うん、全部情報を消して、うん、それで寺内機長を地上勤務にしていろいろやってたんだから、本来はそういったのを分かってなくちゃいけない、うん、だけども表のいわゆる隠蔽されてない一般のお話ではね、うん、UFO はないっていうことになってますんで、うん、結構大変な状況だったと思うんだけど、うん、今後はね、少しずつそういうのもね、出てくるような感じがしますね。面白いと思いますよ、うん、っていうのはね、例えばスクランブル発進っていうのがあるじゃないですか、うんうん、おかしな物体が浮かんでるよと、うんうん、でスクランブル発進して調べてみたらね、ロシア機であったりね、うん、中国機であったり台湾機であったり、うん、韓国機であったり北朝鮮でのミサイルであったりすると、うん、そういう、ことで、やってて分かんないのもあるんですよ、うん、その他の部分っていうのはね、うん、でその他の部分が UFO なんです、うん、で年間で大体何十から100ぐらいあるんですよ、うん、その他っていうのはね、うん、でそれをね明確に調べると、うん、UFO の報告なんですよ。なるほどね、だからね、河野さんが、まあ、おととしの9月ね、UFO を見つけたら、報告し、写真撮って、それを上にあげるよと、皆さんあげなさいよと、関係者のね、皆さんね、うん、って言ったのを、
あの、まあ、松野官房長官はね、うん、まあ、1年半経ってるけども、うん、全くその情報はないよと、ゼロですと言ったんだけどね、ふざけんなと、うん、あのそういうあのスクランブル発信のその他の部分を全部考えるとね、うん、はっきり言えば、その他っていうのは何かっていうと、レーダーに映ってんだから、レーダーに映ってて、スクランブル発信してるんですよ。あの、あ、お前行けーって、すでに行って、近くに寄ったんだけど、よく分かんなくて帰ってきたっていうやつなんでしょ。なるほど。で、それをね、あの、詳細に報告すれば、それは UFO 報告なんですよ。うん、だから、それをね、表立たりにすればね、うん、あの、あ、年間 UFO が何十機来てんだなってことは分かるわけ。うん、まあそうだね、だってね、よく考えて、あの、ソイさんがさ、スーちゃんに会ってね、うん、で、ツーリさんに会ってるわけじゃない、宇宙人に。でも、宇宙人みたいに。防衛網破られてるってことだもんね。そう、うん。結局、あの、防衛権ね、うん、日本の防衛権って制空権の中に勝手に入ってきてるんだからね。そうそうそう。でもし、スーちゃんにしてもね、ツーリちゃん、あの、マッチにしてもですね、うん、あの、ウイルス持ってたらどうすんのよ。そういうことね、あのもっとすごいウイルスを持っててね、だからね、それこそね、大変な問題なんですよ、その問題をね、なおざりにして、うん、あの UFO なんか見つかりませんでしたなんて、ふざけんなってね、町田にたくさん来てるよって、町田ですらね、2機来てんだから、もうすでにね、だから、あのそういうことを考えるとね、あのよく考えたのは、いや、もっとね、すごい体験の人いるんですよ、あの宇宙人にね。乗ってしまった人とかね、うん、それから、まあ、いわゆる自分の子供がね、うん、あの宇宙人との子供できちゃったとかね、うん、やっぱり僕なんかも結構いろいろ悩み聞くわけですよ、だけど表に出せないしね、そんな話ね、大体、うん、他の人だって宇宙人のこと信じてない人にね、うん、そんな話できないしさ、だからみんな悩んでますよ、そういう人たちは。だからそういったことを考えるとね、日本の政府が僕たちの税金でね、うん、動いた日本の政府の、うん、政治家のおバカさんたちがですね、要するにのほほんとね、やってる場合じゃねえだろうというのはね、やっぱりあると思いますね。うん、はい。ねえ、うん、まあ、ではね、まあ、ちゃんと、マッチのね、うん、遭遇事件がトカラにね、うん、無事に乗ったっていうことでね、はい、今ね、うん、配信6時からされてるので、多くの人がね、もう何万の人が見てると思いますよ。本当？分かりました。だけど、それで一緒にさん、うん、あ、またやってんなみたいなね感じで、うん、見てると思うんでね、うん、ということで、うん、まあ今日はね、はい、それの特番になりましたね。そうですね、はい、うん、わかりました。じゃあそんな感じで、はい、そろそろ1時間経つので、そうですね、うん、あ、いいと思いますよ、うん、もうそろそろ、はい、まあ、まあちょこちょこ電波切れてたけど、後で全部つないで愛しとくけど、うん、まあ今最初だけだね、そう切れたらね、うん、うん、というわけで、ね、今年はね、今年はね、意外とね、UFO 宇宙人当たりですかもしれないんでね、本当ぜひね、皆さんもね、期待してね、うん、まあ、周知さんの、ね、今後のね、期待も あるし、うんうん、で、ぜひね、皆さんね、積極的にみんなでね、考えていけば怖くないと思うんですね。はい、ということで、よろしくお願いします。はい、わかりました。はい、というわけで、うん、BJ チャンネルボリューム205は、竹本さんと、2人で、トガナ、この間の、宇宙生命体との遭遇の詳細を発表する回になりましたので、そんな感じで、つるちゃん、マッチ、名付けはたけちゃんですので、よろしくお願いします。一応ね、俺が、審査にしてますんでね、よろしくお願いします。はい。はい、というわけで、後で何あれ、もう URL 貼っつけたら、トカナで検索すれば出るのかな、見れるのかな、詳細。もう出てる。本当、うん、出てる。しっかり出てます。よろしくお願いします。見てください、皆さんね。はい、というわけで、ご覧ください。うん、また来週、はい、BJ チャンネル、ボリューム2065でお会いしましょう。はい、お疲れ様でした。はい、じゃあねー。おーい。Thank you. はい。Thank you, baby.ありがとうございました。